やっと頂上に着いたな、ピカチュウ。すごい綺麗だね、ここ。ここが精霊の丘か。あ、あそこに。黄昏れてんだけど。ピカチュウ、あそこにいるのネイティオじゃないかな。もしもし、あなたもしかしてネイティオさんですか。ガン無視されてんだけど。もしもし、聞こえてないのかな。もしもーし、もしもしも、もうやめなよ、声かけんの。仕方されてんだよ。ダメだ、全然反応がない。立ったまま寝てるのかな。ピカチュウどうしよう。攻撃してみる。え、攻撃するのか。何この師匠の風格。やっぱやだよ。だってあいつなんか不気味じゃないか。本人目の前にして不気味とか言うな。絶対怖いよ。分かったよ。やればいいんだろ。オイラに何かあったら助けてくれよな。頼むぞ。あ、本当に攻撃するんだ。じゃあ行くぞ。太陽が沈んでいく。いかにも。私はネイティオ。私の正体を見抜くとは、お前たちただものではないな。いや、大体わかるだろ。正体ってそんな大げさな。いや、私にはわかる。そこのお前。お前はただのポケモンではない。お前は人間だな。え、なんでわかるの？私は一日中太陽を見つめることで、あらゆるものが見えるのだ。過去も未来もな。だったら教えてくれ、ネイティオ。こいつピカチュウって言うんだけど、気がついたらポケモンになっちゃってたんだよ。しかも人間の時の記憶もないんだ。ネイティオだったら何かわかるだろ？教えてくれよ、な。なんたって過去も未来も見通せるって言ってたからね。最近よく起きている自然変動。それは世界のバランスが崩れたために起こっているのだ。そしてお前がポケモンになってしまったのも、それと大きく関わっている。ピカチュウがポケモンになったのと自然変動が大きく関わっている。だって？それどういうこと？ピカチュウと自然変動がどう関係してるの？なんだよ、おい。なんで黙っちゃうんだよ。教えてくれよ、な。それより、私は恐れているのだ。崩れたバランスを早く元に戻さないと、世界はとんでもないことになる。なんだって？世界がとんでもないことになるだって？私自身、そんな未来が毎日見えてしまい、それに怯えているのだ。ネイティオ。怖いのだ私は。世界が壊れるのが。世界が壊れる。驚いた。あのピカチュウってやつ人間だったのか。いいこと聞いたぜ。面白くなってきたな。今度は球根伝説だって。球根伝説？何それ。なんだ、知らないのか。球根の尻尾を触ったやつがたたりをかけられるという昔話だよ。結構ありがちなやつだね。ずっと伝説だとばかり思われてたんだけど、ここに来て実は本当にあったんじゃないかって噂になってるんだ。まああくまで噂ですから。っていうか、集まってるこの3人みんなアホ面だな。話半分で信じた方がいいですよ。ちなみに私は噂なんか信じません。顔的には真っ先に噂を信じそうだよ。あのさっきのやつ。球根の伝説を詳しく聞きたかったらよ、ナマズンってポケモンがよく知ってるから尋ねるといいぜ。ナマズンはほら、あそこの池にいるぜ。話が聞きたければ尋ねるといいぜ。ナマズン、ちょっと会ってみようか。何この、こうちょっとこの池の主的な風格があるね。
わしの昔話を聞きたいか？何？旧婚伝説を聞きたいのか？よかろう。では話すぞい。昔々、キューコンというポケモンがおった。キューコンの尻尾には神通力が込められており、その尻尾に触った者には千年のたたりがかかると言われておった。千年のたたりってその前に死んじゃうけどね、寿命で。にもかかわらず、ふざけて掴んだ奴がいたのじゃ。しかもそれは人間じゃった。人間？そう、人間じゃ。案の定、尻尾を掴んだその人間は千年のたたりをかけられた。しかしその時、サーナイトというポケモンがその人間をかばい、なんと自らの身を犠牲にしてたたりを受けたのじゃ。なんで？そのサーナイトってポケモンはどうして人間の代わりに？サーナイトにとってその人間は自分のパートナーだったからじゃよ。人間とポケモンには強い絆があるんじゃ。ふーん。でも人間っていいやつもいれば悪いやつもいるんだろ？その通り。サーナイトを見てかわいそうに思ったキューコンは人間にこう聞いた。サーナイトを助けたいかと。もう自分で呪いかけておいてそれはないだろうって感じだけどね。しかし人間はサーナイトを見捨てて逃げてしまったのじゃ。なんと殺生な。そんな人間にキューコンは失望し、そしてこう予言した。いずれあの人間はポケモンに生まれ変わる。え、人間がポケモンに？そしてその人間がポケモンに転生したその時、世界のバランスは崩れるだろうと。この話はここでおしまいじゃ。どうじゃ？面白かったかな？ほほう。面白くて声も出ないか。そんな深刻な顔しなくてもよい。確かに最近本当の話かもと噂されているが、ただのおとぎ話に過ぎぬよ。まだ話が聞きたければここに来ておくれ。もう完全にこのピカチュウじゃん、その人間ねえ。しかもサーナイト夢に出てきたし。また夢だ。久しぶりだね。またあの夢だ。いつも見るこのシルエット、一体誰なんだろう。おや、何か言っている。でもうまく聞き取れない。前よりは聞きやすいんだけど、こっちから聞いてみよう。ねえ教えてよ、君は一体誰なの。私はサーナイト。サーナイト？よかった、やっと会えた。やっと会えたって、前から知ってたってこと？自分は？私はあなたの。あ、待って、もう少し聞きたいことが。ダメだ、薄れてく。ちょっと関係性が気になるな。Thank you.